どうもプロダンです。やっほーバガーくっそつまんねえ。はい、ということでですね、今筋トレから帰ってきまして、くったくたでございます。はい、でね、俺減量中にこれすげえやりたいと思ってて、で毎回僕スーパー肉のハナマサなんですけど、肉のハナマサにねすげえいろんな肉が出てて、これ超やりたいと思ったんですよ。ぜひ真似してみてください。で、用意するものはこちら、じゃーん、 20% オフぐるぐる BBQ フランク。こちらをそのまま焼いちゃってね、バンズにのせていくと、おう、サニーレタス、こちらをまあバンズにパコンでのせてね、やっていきます。おう、お肉屋さんのハンバーグ、これね、くっそうまいんですよ。ちょっと食ったことないですけど、で、こちらにこれ2つ乗せてレタス挟んだよね。バンズ小さくてね、乗せれないんじゃないのって言ってるあなた、こちらです。 JC クラフト、 JC クラフト縁なし、こちらを、まあ、ピザだって生地らしいんですね。初めて買ったんですけど、これをオーブントースターで焼いて、このサニーレタスとこれを挟んでいくと、うん、で最強のハンバーガー作りしていきたいと思います。これ超うまいぞ多分で、ブロタン、ピクルスないじゃないって思ってるじゃないですか。ハンバーガーと言ったらピクルスここにあります。はい、ということでですね、作っていきたいと思います。で、こちら使っていきますよ。バターをこれね、最強にうまいと思う。バターをね、ブシャーってのせまして、うわー、これたまんないよマジで。そしてこちら豪快に入れていきたいと思います。うーわー、もうやばい、もうやばいです私これ半端ない、まこれすっごいねやばい、最高なんだけど。山田さん、こっちで、で今度はこちらのピザの生地を2枚だね。どうだろう。250度でこちらをですね、3、4分2枚温めていきたいと思います。そしてね、もう半端ない、もうバターとハンバーグの匂いが、で、この中に入れていきたいと思います。うーほほほ、失礼します。あたかも昔から出会ってたみたいな、この3人が今入ってきたのに。うわ、これすごいよマジで。どうしてそんな大きくなっちゃったんですか。よいしょ、うわこれやばいあられちゃんじゃん、これうんちゃんなんです。はい、こっからがスピード勝負です。この温まったパン生地にこのとろけるチーズをね、この微熱で溶けていくのを待ちたいと思います。こちら乗せます。こちらのじゃーん、半端ねえぞ。そしてこちら乗せて、サニーレタスを、ということで、できました。こちら、これやばいでかいっすよ。もう直径25センチぐらいありますもん。そうね、正直ね、お腹空いてなかったんですけど、すげえ空いてきました。じゃあちょっといただきたいと思います。どうやっていくんだろう。じゃあまずバンズから。サクサクしてて、うまっ。チーズが乗っかってるんですけど、申し訳ない程度に。じゃあこの肉を切り落としていきたいと思います豪快に。わー、
うわすっげえ。できました、こちらで。いただきます、いただきます。うん、もう言うまでもない、うまやば、いやこれはやばい。食い方にちょっとね宿泊するけどソーセージいただきたいと思います。うわジューシーでうまい。これいただきたいと思います。ソーセージのジューシーさ、ハンバーグのジューシーさ、そしてこのバンズのカリカリ感、すべてが相乗効果。普通にこうやって食った方がうまいな、切るよりもったいない。うん、これね、ソーセージが半端なくいい味出してる。やばい、バーベキューを一人で楽しんでるみたいな、全部。うん、サニーレタスを取って食べてみたいと思いますいただきます。普通のハンバーガーだね、これは。うん、まっ。そしてね、ちょっと足りないと思ったら下のウインナーをくり抜いて、そして乗せちゃってね、こんな感じで、こんな感じで乗せまして、米も乗せたくなってきた。うん、うん、うん。で、ここで秘密兵器、じゃーん。ちょっと前日買ってたふんわり食パン、これ食パンの中で僕一番好きなんですけど、パン生地が、ね、薄すぎたんで、こちら食べてる。うん、あーもっちりしっとり。もうハンバーガーじゃないもんな、これもうね、豪快に手で食うことによって超うまい。あとちょっとです。ソーセージがすげえ苦しい。チーズ、これね、汚らしいけど、これ分かる人は分かる、超うまい。うわ、ハンバーガー、ハンバーガーとソーセージの油が、うん、うん、おいしすぎた、マジでやばい、これ定期的に食いたいということでね、残しましたこれだけ。結構味が濃いんすよ、
だからもうちょっとバンズの厚さがあればね、食えたと思います。普通におにぎりと食いたいですね、これ。ということで、もう超お腹いっぱい。やっぱりどんどん太ってくということでね、まあ油って本当美味しいですね。幸せでした。まあぜひちょっとやってみてください。ということで、プロダンスポイント、ブルーピクルス焼き。